out with your hands up. Come out with your hands up. こんにちは。密着記録へようこそ。2022年11月15日午前、オクラホマ市警察に通報が入った。通報によると、強盗容疑で指名手配されている38歳のティモシーという重罪犯が郊外のあるトレーラーハウスに潜んでいるという。速やかに3人の警官が現場へ急行し、トレーラーハウスの所有者から許可を取得して中を捜索した。真っ黒い女性警官のボディカメラの映像を見てみましょう。サミー、This is the police department. If you're in here, you need to make yourself known. Sammy. 警官たちの初動捜査でトレーラーハウス内から容疑者は見つからなかった。Not yet. We're clearing the trailer. Look at that. You see that, right? What? The bag? Is that a bag or is that a vest? That's a vest. Huh? You're clueless.We need to lift this bed up. Cody, you got cover out there while we do this? 警官たちはマットレスをめくり上げた瞬間、容疑者がその下に潜んでいて、さらに銃を構えているのを確認した。Go! Go! 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 Go!Shots fired, shots fired! Come out with your hands up! 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 続いて、コディ巡査部長のボディカメラの映像をご覧ください。真っ黒い女性警官は同僚を外に押し出し、自身も素早く脱出した。一方、コディ巡査部長はトレーラーハウス内で容疑者との銃撃戦を続けながら、警官たちをライフル銃で援護した。その後、2人の警官が再びトレーラーハウスに戻った。トレーラーハウスの中が狭く、デイブ警官は遮蔽物がなく、爆発の破片によって傷つけられた。次にデイブ警官のボディカメラの映像を見てみよう。デイブ警官がマットレスをめくり上げた瞬間、真っ黒い女性警官は驚きとともに叫び、トレーラーハウスから逃げ出した。彼女はトレーラーハウスの前で身を隠したが、その場所は非常に危険だった。コディ巡査部長がトレーラーハウス内からその方向へ発砲しており、ライフルの弾丸はトレーラーハウスの薄い壁と床を簡単に貫通するためだ。Shots fired! Shots fired! Shots fired! Come out with your hands up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 !この際、遮蔽物がないため、デイブ警官は飛び散る破片により負傷した。さらに、近くにプロパンガスのタンクが見えたため、非常に危険な状況だったことが明らかになった。We're stuck inside the trailer. I'm hitting the face.Timothy, you need to come out with your hands up! Back out of the trailer. Back out of the trailer. You all go first. Go. Go. I got you. Go. Lock your engine. Go. その後、警官たちはトレーラーハウスから撤退し、
特殊部隊に応援を要請した。警察は逮捕時の詳細を公表していないが、ティモシーは病院に搬送された後、死亡が確認された。負傷した警官は治療を受けて退院した。銃撃戦に関与した3人の警官は管理休暇を受けた。さらにトレーラーハウスの所有者が容疑者蔵匿の容疑で逮捕された。現在この事件に関する詳しい調査は進行中である。